どうも土曜日の総集編の MC サンドウィッチマンの使い方がもったいないように思います本編に入ってきてくれる感じが良かったかな今週の名言何もかも失っても人は気を使ってまた生きようとする。 さやかさんは伊達家の子孫と噂されていて、ヒバの木を守ることを使命としていたのに、伐採を決断しました。それは、切られた木が役に立つから、そうやって、ひとときは生きてきたから。今週の最後のさやかさん、寂しそう。でも、新たな決意でもありそう。モネの親代わり、モネが東京に行ってしまうことを思うと。 ドラマの随所で出てくる東日本大震災登場人物のほとんどが心に闇を持っているな震災が残したものは物的な被害だけではなかったのですと伝えたいのかな朝岡さんの言葉も響きました何もできなかったと思う人は次は何かできるようになりたいと強く願うでしょう震災の日島から離れていて 何もできなかったという後悔を抱えているもね。だからこそ誰かの役に立ちたいと強く願っているのでしょうかしかし気象予報士試験の不合格が2回合格率5%だから簡単じゃないようです頑張ってほしい